はい、ヴィヴィアンで最後だよっと。プトラ見た？見たわよね。私一人でも泳ぎ切ったわよ。もちろん見てたよ。ロープにもほとんど触ってなかったね。本当に森のエルフなの？おう、ヴィヴィアン、水も滴るいい女。あんたも滴ってるわよ。ほら、拭いてあげるから後ろ向いて。お？では遠慮なく後ろを向きます。チビちゃんたち、じゃれ合うのはその辺にして仕事にかかるわよ。さすがに暗いな。バト、明かりをお願い。はあ、バト？こいつは驚いたな。明かりをつけたらみんなびっくりするよ。まさか魔物に囲まれてるとか。そんなの別に普通でしょ。ま、実際に見てみるといいよ。嘘でしょ。線路がある。どうしてこんなところに線路があるのよ。大地、どこから伸びてるの。岩壁から突き出ているね。海の中を通る線路みたいだ。あっちは丘の方だよ。このまままっすぐ行けば掴んだ洞窟にぶつかる。バト、掴んだ洞窟の地下に古い線路とかないの？いや、見たことも聞いたこともないな。でも掴んだ洞窟の壁を掘ればもしかしたらあるかもしれない。ほら、ここは水面に近いでしょ。掴んだ洞窟とは高さが合わないんだよ。海中洞窟を走る鉄道か。これならゲームが発生するのも納得だよ。まさかこんなところに線路があるなんて。これは鉄道史に残る大発見です。調査が進めばフレーマリンの路線図が大幅に更新されますよ。パディントンさん、聞こえましたか？聞こえました。レパルスを助けてくれと。車掌さんも聞こえましたよね。またあの男の人の声です。うん、私たちは何も聞いてないよ。そのレパルスって人がこの洞窟のどこかにいるってこと？レパルス？レパルスってフレイマリンじゃ珍しい名前だよね。うん、確かにあんまり聞かない名前だね。発音的にもフレイマリンっぽくない。発音的にはセントイリスっぽい。もしかして車掌たちを呼んでるのはレパルスって人がセントイリスの人だから。おお、これは名推理だよね。だよね。ヨシノ、今なかなかいい線いってるよね。いってる、いってる。名推理なのは認めるけど手がかりにはならないわね。それはまあおっしゃる通りなんですけど、もうちょっと甘やかしてくれませんかね。甘やかさない。情報収集は抜かりなくが鉄則よ。それにゲームが発生している以上、その声が私たちを誘うための罠だっていう警戒もしなきゃ。そういう意味では
車掌たちにしか聞こえないっていうのは探索する上で何かと不便なのよね。遺跡と違って全然ヒントがないよね。これが自然の力、摩訶不思議な海食道。ヤシナにも誰かの声が聞こえたらいいのにな。なんだろう、この線路はどこまで続いているのでしょうか。調べるにしてもあまり遠くまでは行かない方がいいね。私たちが今いる場所はまだ浅瀬だからいいけど、沖の方でトラブルが起きたら大変だよ。そうですよね。水中神殿のように魔力で作られた空間があるならともかく、これは天然の海食道。どこかに穴でも開こうものならあっという間に浸水してしまいます。この鉄道は一体いつからあるんだろう。やっぱり丘の方からずっと続いてるのかな。プトラさん、ここからさらに沖にもここみたいな小島ってあるんですか。人が住んでいない大昔からあるような。あるにはあるよ。釣りもカニ取りもできないようなところまで含めたら結構あるんじゃないかな。って言っても昔の海図に乗ってるってだけで、実際にそんなところに行く船乗りはいないけどね。最新鋭の軍船総出で行かないとダメそうなところもたくさんあるし。あ、もしかしてそういう小島が駅の役割を果たしているとか。はい、その可能性もあるのではないかと。でも海図に乗ってる島はすでに調査が入ってるし、立ち入りが禁じられているような島の方が少ないし。何かのきっかけで入り口が開いたとは考えられませんか。錦の関所を思い出してみてください。手形を持って通過しただけで全く別の場所に変わったじゃないですか。この島にもそういう仕掛けがあったのかもしれませんよ。プトラさんも言ってたじゃないですか。あんな分かりやすいところに入り口があったら気づかないわけがないって。プトラさんがお父さんとこの島に来ていた時はきっと水中洞窟なんてなかったんですよ。ってことは、全ての入り口が開けばフレイマリンの海中に眠る鉄道を利用できるかもしれない。ええ、フレイマリンの海中には古代の鉄道網が広がっているかもしれません。もしその通りならイリス・クラウドの誰も知らない新たな鉄道網を見つけたということになります。学校の教科書にプトラさんの名前が載りますよ。そうだよね、私たちはゲームの調査を依頼されてここに来たんだ。で、そのゲームはこの洞窟から発生しているっぽい。ゲームがきっかけで入り口が開いたのでは。今のところそれが有力なんだけど、どこか引っかかるんだよな。もしゲームのせいで入り口が開くとしたら、同じような現象が過去に海のあちこちで観測されてると思うんだよ。でも長い歴史の中で一度もそんなことはなかった。卵が先か鶏が先か。ねえねえプトラ、ヨシノ、あっちですっごいものを見つけたよ。すごいもの？うん、大きなお魚爆弾。とても大きいから持ってこられない。みんなで一緒に来てほしい。お魚爆弾って船のことですか？ううん、
お船じゃないよ。なんて言ったらいいんだろう。ヨシノが作ったお魚爆弾としか言いようがない。レパルスさんの手がかりになるかもしれません。みんなで見に行ってみましょう。